クラブフィッターの小倉です。今回はですねこちらです。プロギアのスーパーエッグアイアンご紹介していきます。この金のバッジがですね表すものは何なのかということなんですけれども、この金のバッジはですねいわゆるルール適合外のものに、主につけられるバッジです。ゴルフクラブというのは、R&A が定めた、ルールの中で作られるのが基本ではあるんですけれども、自分が楽しむという点では、どんなクラブを使ってもいいんじゃないかと、私自身は思ってます。もちろんこういったものでは試合には出れませんし、黙って使ってね仲間にズルだとかって言われるのはあるかもしれませんけど、自分が楽しむ上で使うツールとしては私は全然ありだと思います。そういった中でアイアンにも飛距離を優しさをっていうのが今回のこの紹介しているスーパーエッグアイアンです。で、何がルール適合外かっていうところなんですけども、基本的には反発、ルール適合外、より飛ばす方向の設計になっています。ソールがですね非常にこう厚い、重心の深い、仕様になってますし、少しこうアイアンよりは出っ歯気味ですね。 F ピーチのエッジが少し前になって設計になっています。ボールがより上がりやすくなるんですね。でさらに、当然飛距離を追求してロフトが立ってますので、ロフトストロングロフトでも球をしっかり上げて、効率よく飛距離を出すための、設計になっています。さらにそこにいわゆる高反発のフェースが組み合わせているわけですので、通常の飛び系アイアンを超えた、飛距離が、得られるアイアンと思ってください。私もちょっと打たせていただいたんですけれども、もうもはやアイアンじゃないですね。弾道とかボール初速もそうなんですけど、7番って書いてあるんで俗に7番アイアンっていうところかもしれないんですけど、もう弾道としてはそうですね、5番ユーティリティぐらいなこう感じで飛んできます。実際長さもそこそこありますし、現状の飛び系アイアンに近い設計ではあるんですけれども、それより2段階って言っちゃっていいかな、ものすごい飛距離性能ではあります。で何よりフルスイングして使うとですね、重さであったり、そういったところがちょっと合わない部分もあるので、しっかり芯で捉えるのが難しくなっちゃったりするんですけど、本当にさらっと振るとですね、びっくりするぐらい高い球でびっくりするぐらい距離が出てしまいます。なので、どっちかっていうとヘッドスピードがそこそこある人が使ってしまうと縦距離の幅が分からなくなるので、むしろ難しくなるんじゃないかなっていうぐらい飛んでしまうクラブです。なのでおすすめはやっぱりピンポイントな表現になってしまいますけれども、ドライバーを打って、セカンドアイアンで打てないっていうことがこうつまらないとか、そういうふうに感じてしまう方、そういった方にぜひ使っていただきたいですね。これ手にすると、ゴルフの寿命が一気に伸びます。もちろんフェアウェイウッドやユーティリティ使ってグリーン狙えばもちろん普通にできるんですけれども、セカンドアイアンで打ちたいっていう方なんかはもうこれ一択でいいんじゃないですかね。もちろん通常の飛び系アイアンでもいいと思うんですけど、一番おそらくセカンド短いクラブで打てるんじゃないかなと思います。それぐらい楽に上がってしっかり距離が出せるクラブになってますので、振り回してなんかこうやっと届いたっていうんだったら楽にさらっと振って、7番アイアンでまだパオンできるよっていうふうに言えるんであれば、やっぱりすごいゴルフも楽しくなると思います。そういう方にですねぜひ使ってもらいたいクラブだと思います。